はい、皆さんこんにちは、足尾寺です。今回の過去画像シリーズは、現在では見られなくなってしまった JR 西日本可部線可部駅の行き止まりの様子をご紹介しようと思います。可部駅は1911年に大日本軌道が広島支社線を開業し、終着駅として設置されました。以後数回の経営異常とや合併等を繰り返し、1936年に国有化され可部線となりました。同年に可部以北が開業しましたが、以前からの東端型ホームの1、2番線は存置し、行き止まり駅として存続しました。その後 JR 加護の2003年12月1日可部三段橋間の廃止に伴い、見学時点での姿となりました。その後2017年3月4日に可部安芸亀山間の延伸開業をしたため、構内廃線変更により行き止まり駅ではなくなりました。今回は2003年12月1日可部三段橋間の廃止から2016年12月18日構内廃線変更までの間の行き止まりの様子をご紹介いたします。見学したのは2009年8月です。よろしくお願いします。2009年時点での構内廃線略図はこのようになります。1、2番線が東端型、3番線が途中駅型となっています。3番線の線路終端部は可部駅から約200メートル先の位置に設置されています。次に構内廃線の変遷を見てみましょう。これは可部三段橋間が廃止される以前の姿です。三段橋方面へは3番線のみが通じており、1、2番線は行き止まりでした。次に可部三段橋間が廃止された後の構内廃線です。3番線にも車止めが設置され、途中駅型の行き止まりとなりました。次に安芸亀山延伸開業を踏まえた構内廃線です。この時に1、2番線が使用停止、新たに2番線が設けられ、3番線を1番線に変更しました。新1、2番線とも途中駅型です。この廃線は安芸亀山延伸開業までの過渡的なものです。次に現在の構内廃線です。1、2番線とも安芸亀山方面へと通じ、行き止まり駅は解消されました。今回ご紹介するのは2番目の1、2、3番線が行き止まりだった時期のものです。線路終端部を見てみましょう。1番乗り場から見た1、2番線の線路終端部です。1番線は右側です。線路終端部材の構成は枕木、第二種車止め、車止め標識です。2番乗り場から見た1、2番線の線路終端部です。2番線は左側です。線路終端部材の構成は1番線と同じく枕木、第二種車止め、車止め標識です。1、2番線の東端部全体像です。次に3番線の様子です。線路終端部方向を望みますが、ホームからは終端部は見えません。踏切の先、線路が左にカーブした先に車止めがあります。駅を出て線路終端部方向へ向かってみましょう。途中の踏切から遠望した様子です。線路終端部の近くまでやってきました。線路終端部材の構成は車止め標識、第3種車止め2号です。すぐ近くの国線橋から俯瞰します。奥の方に可部駅が見えます。車止めのところから可部駅とは反対側の方向、廃止された方向を見てみましょう。車止めの先から廃止区間の旧郷土駅付近までは線路が残されています。これは
市街地区間である壁ボード間を復活延伸させる含みを持たせているためのようです。入線列車の前面展望を見てみましょう。場内信号は2番線注意減時となっています。この分岐器直進方向が1、2番線です。左方向は3番線です。徐行で進みます。ホームタンからは時速15キロ以下で進みます。ゆっくりゆっくり進んで2番線に到着です。ホームの様子を見てみましょう。1番乗り場側から1、2番線を望みます。2番乗り場側から1、2番線を望みます。3番乗り場の様子です。駅の様子を見てみましょう。ホーム側から改札口を望みます。改札外からホーム側を望みます。駅舎内の様子です。駅舎の様子です。駅舎の反対側にはロータリーがあり、バスが乗り入れています。ロータリー側の駅入り口です。駅舎とロータリーとは構内踏切が自由通路となっています。今回は行き止まり駅時代だった JR 西日本壁線壁駅の様子をご紹介しました。この見学時の7年半後に安芸亀山延伸開業により行き止まり駅ではなくなりました。そして現在では1、2番線も線路が撤去されているようです。この動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。